はい、本日はですね、2021年バルトロの注目カラーをアンケートしてみたので、そちらのご紹介をしていきたいなというふうに思います。ということでですね、バルトロ2021年がもう言うてる間ですよね。もう今9月やから、10月、11月ぐらいからもう多分販売されるでしょう。で、もう予約もね、始まってるところもあったりとかしてて、早めに予約しやないけませんよ、言うてる間に気づいたら終わっちゃうんですよね。ほなまた来年買おうかいて、大体ね、11月末頃になったらほぼ終わりと思ってもらって大丈夫です。買い逃した方とか、去年買われへんかったっていう方はね、結構11月末ぐらいから本格的に寒くなってきてし、バルトロ買ってみたいなと思うんやけども、その時にはもうないんよと、残念ながらないんよということになってるので、まあね、早めに動いてもらうのがいいとは思うんですが、今日は何の話かというと、バルトロがね、今年一応6色展開してるんですよ。そのうち2色がカラー、新色のカラーということで、僕の視聴者の方にどれ買いますかと、どの色が気になってますかというふうにアンケート取らせてもらったらですね、一応3500名の方がアンケートに答えてくださったんですね。ってことはまあ人気の順番っていうのも分かるし、それ以外には自分が買おうと思ってたけど、これ意外とこの色人気あるんやったら、もしかしたらかぶっちゃうなとかね、あ、買われへんかもしれんなと思って、あえて色変えるっていう戦法もできたりとかしますので、まあその辺をね、なんやかんや言いながら見てもらったらいいかなと思います。ということなんで、今日はもうサクッといってサクッと終わりたいなというふうに思いますので、今日の流れとしてはですね、トップ5から5、4、3、2、1っていうふうに順番でお伝えしていこうと思います。6色あるんですが、トップ5にした理由っていうのはですね、 YouTube のアンケート機能っていうのを活用させてもらってアンケートを取らせてもらったんですよ。で、それがね、5つしかできないんですよ。ほんまは6色あるから6個にしやなあかんねんけども、まあ、その辺はちょっと勘弁してくださいよ。もうね、適当にやってるから、こいつまた適当やなと思ってくださいよ。ということで、やっていきたいなと思います。まず第5位からいきたいなと思います。では、第5位というのがですね、こちら、新色のエルリガリスガーグリン X かも。ようわからへんけど、新しい迷彩ですわ。このね、新しい迷彩の色が最も人気な方です。っていうのも、一応3500名答えてくれた中で票数何歩入ったんていうと380票ぐらいが大体入ったということで、まあ、票数だけで見ると380だとまあまああるやないかと、結構あるやん、人気あるやんと思ったりするんですけど、色を見て皆さんどうですかね。僕個人的な感想としては、なんかミント味のアイスみたいなね、色味してるなと思ったりしたからね、まあ、似合う人はそれはもちろん似合うやろうけど、服で合わせるってなってくると結構むずいというかね、上に柄が来るとね、やっぱ顔がなんていうんですかね、結構なんか濃いめの顔してる人とかやって合うかもしれないけど、塩顔男子とかやったらね、まあ安牌な色の方がいいんちゃうかなって個人的には思ったりするんですけど、僕のね、好みのカラーではないんですが、まあちょっとね、人と違うカモがいいとか、人と違う色がいいとかっていう方はね、これいいですよね。っていうのもこのバルトロだけじゃなくてね、確かマウンテンライトかな、なんか新しい他にも違う商品でもこの色確か出てたはずなんですよね。だからちょっとバルトロでは挑戦しづらいけど、違うタイプの、ね、ジャケットで挑戦してみようかなって思う方もいらっしゃるかなと思いますので、こちらが第5位ということになってます。では次、第4位に行きたいなと思います。で、第4位がユーティリティブラウン。この色味はね、実は去年から出てるんですよね。だから去年も出てたし、また今年も買いなっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ここ2、3年で、ね、ノースフェイスのベージュ系のカラーがあまり人気ないということで、ちょっとね、2、3年前、もうちょっと前ぐらいはね、結構人気あったんですよ。それこそ2018年ぐらいかな、ケルプタンっていうのがもう手に入らんぐらい人気あったし、そのもう一個前はファルコンブラウンっていうのかな、それもめちゃくちゃいい色でベージュ系なんですけど、なかなか手に入らへんっていうことやったんですが、それ以降のカラーはね、比較的手に入りやすいなというような感じで、このランキングから見てもね、分かる通り、バルトロ自体がね、人気なんで、人気ないジャケットとは思わないんですけど、この中ではバルトロの中では比較的人気はないんかなということで、こちらが420票約入っておりました。では次、第3位に行きたいなと思います。では第3位というのがこちら、新色ブラックベリーワインという名前になってますね。ちょっとボルドーっぽい紫みたいな感じで、ちょっと上品な紫みたいなね、感じのイメージかなと思うんですけど、まず票数何倍入ったかというと500票、これもそんな多いわけじゃないかなということで、やっぱ初めての色味やからね、皆さんこう様子見ながら、どないな、人気あんの、わし買おうかな思ってんだけど、他買ってはる人いてるみたいな感じのね、こう様子見ながらちょいじわいってる感じあるじゃないですか。で、また色味的にもね、ちょっと紫ってことやからね、紫っていうかワイン系の色味やからね、どうしようかなと、いけんことないかな、デニムでもいけるし、黒パンでもいけるし、いけんことないかなとも思うんやけども、実際着てみるのと単体で見るのはまた違うよねっていう方もいらっしゃると思うんですよね。だからこれは新色やから結構注目のカラーで3位に入ってるんですけど、ともすれば場
発するかもしれないし、ともすれば全然人気ないかもしれないし、ちょっとこの辺今の段階ではわからないんですけど、多分実物がねこうインスタとかで上がってきたりとか、それこそ YouTube で誰かレビューしはったりするとめちゃくちゃ勢い出てくるかもしれないし、まだこれちょっと未知数というかね、ちょっとわからんでいうことで、まあ阪神でいうとこの注目の外国人助っ人みたいな感じで、ね、こいつまああの評判はええけど、まあ、実際行ってみやなわからんでと、そりゃ韓国でホームランをなったか知らんけども、今今年入ってきたと思ったらあんまり打たへんなって、最近はちょっと調子上がってきたなってあると思うんですけど、まあ、外国人選手でそうじゃないですか、助っ人や言うて入ってくるんやけども、なんか喧嘩して帰っていったりとかね、なんか空気合わへん言うてね帰っていったりとかするじゃないですか。なんかまあこれちょっと蓋開けてみんとわからんなという色味ですよね。で次第2位に行きたいなと思うんですけど、第2位が何かというとブラックと迷彩になってます。でまあこれに関してはですね、ちょっとまあ僕の方が申し訳ないんですけども、2つ同時にまとめさせてもらって、特に新しい色味でもなかったし、まあ男っぽい感じやからね、まあまあまあこれはブラックに票が多かったんかカモに票が多かったんかは分かりません。ただ一応票数としては800票入ってましたので、まあ、今までの380、420、500から800までキュッてちょっと上がってるんで、まあ、ブラックカモあたりはまあまあまあ安牌やしね、人気なんかなと思います。特にこの辺とかって何のパンツ合わせだっていけるじゃないですか。血のパンでもええしやな、そしてまあちょっとまあデニム系でもいこうと思ったらいけるしやな、でまあスラックス系でもいけるしやなということで、まあまあ結構幅広いからね、まあ、合わせやすいというところで、まあこれね不動かなと思います。では次第1位に行きたいなと思うんですが、第1位は出てないあれなんですよねということで、こちらニュートープという色になってます。これ強いですよね。これもねユーティリティブラウンっていう4位に入ったやつと同じく、結構前 2,3 年前からずっと出てるんかな、だからこれで3年目とか連続で確か出てるはずの色味なんですが、やっぱり強いですよね。緑系というかちょっと渋めの緑ってね、ノースフェイスはめちゃくちゃ強いんよと、もう安心して見てられるぐらい売れるんよということでね、まあ、今年のタイガースでいうとこの青柳みたいなもんですわ。ちょっとジャパンの時微妙やったなと、オリンピックの時ちょっと打たれたけども、やっぱりシーズンはめちゃくちゃ調子いいよねと。もう青柳が投げる時なんかはもうベンチの背中こう背もたれひっついた状態でこうやって見てても安心できるっていう感じのっていう安定感あるじゃないですか。今日なんかちょっと野球の話多いですけどね、そんな感じになってるんで、という感じでね、ニュートープが一番人気あるということで、数で言ってもね1300票入ってるからね、3分の1がニュートープ入ってるんです。全体の3分の1、3人に1人はニュートープ買うってことなんで、まあ、ここはね結構まあ激しめの争いなんかな、まあ、ちょっと分からんけども、まあ、去年同様ね人気のある色っていうことには間違いないかなと思います。僕個人的にもね今年またバルトロ買おうかなと思ってて、全サイズねいずれコンプリートしたいななんて思ってるんですよ。今あるのが XXS でしょ、次 S でしょ、 M でしょって感じなんで、あとXS と L、XL、この3つがあれば確か全サイズコンプリートかな、もう1個上あるんかな、ちょっと分からんけど、まあ、その辺ねまたおいおい足していきたいなと思ってるので、今年何色買おうかなと思ってるんですが、僕今の段階ではねちょっとこれやったらもう自分でカラーオーダーしちゃおうかなと思ってるような色味で、あんまりピンとくるのがなかったりするんで、カラーオーダーしちゃおうかななんて思っておりますと。はい、ということでね、まあ皆さんはこれを見ていただいて、あ、ニュートープが人気あんねんなと、本来じゃ予約するときニュートープ避けて違う色やろうかなってなったら買いやすいかもしれへんし、みんながそう思って違う色いったらニュートープがガラスかっていう可能性もあるし、まあその辺はちょっとアフター開けてみんとわからへんねんけども、いずれにしてもこのブラックベリーワインがどれぐらい人気出るんか、それとも全然人気出へんのかっていうのはね、まあ、今年のバルトロの見どころじゃないかなと思いますので、まあ、今日はそんな話をさせていただきましたということになっていますので、本日はですねバルトロの2021年注目カラーを調査してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。